皆さんこんばんはもいけんいちおです今週も皆さんと一緒に未来につながる話を伺っていきたいと思います今夜も番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介しますね奈良県のラジオネームりきさんから男性の方ですね僕は仕事にどうしても自信が持てませんよく先輩があいつ使えないなと他の方のことを言うともしかしたら僕も言われているかもしれないと思うといつも不安でいっぱいになります 30歳を過ぎても戦力になれない使えない人なのではないかと考えてしまいますということなんですけどさんんわかかりますななね自自分の仕事に自信持てないこれ自分が置かれた状況に対してどうポジティブにね向き合っていくかっていうことだと思うんですけども今夜ねお迎えしたお客様先週に引き続きインターネットサービスのコンサルティング会社株式会社 ICC の代表取締役 浅田介さん、なんんですけども田さんまさにね本当に苦しい状況12歳で頚椎損傷という障害を負って体がねなかなか動かなくなってしまったんですけど17歳で始めたネットビジネスこれが成功してなんと年商1億円を稼いだ若者として有名になったんですよねだからリキさん、浅、ね、田さんのポジティブシンキングのなんかその発想からヒントになるようなことがあるかもしれないんでちょっと考えましょう。 和田さんね、その人生を振り返った本テトラポッドに札束をが現在、幻冬舎から発売されているんですけども先週に引き続きですね、この本の内容についてそしてビジネスでどうやっていったらいいのかということについてもねお話を伺っていきたいと思います和田さん、今日もよろしくお願いしますはい、お願いします和田さんね、今25歳になられたということで、はい、今の若い世代はまあデジタルネイティブとか言われてますけど10代、あるいは20代からやっぱり 自分でビジネスややりたいいっていうやつ増えてきてると思うんですがばあささんから見てどんなことをやっぱりアドバイスしたいですかやっぱりそのインターネットってこれだけ発達してるんで欠かせないと思うんですよ。でただインターネットの中ってその一つしか必要ないじゃないですか同じものって。なるほど。例えば <laughs> Google が100個とかいらないじゃないですか一つあればもうそれで十分なんでだからそれと同じでオリジナリティのあることやらないと。 必要がないんですよねそそもそもとしてこういうサービスあるからちょっと真似したの作ってみようとかいうのは意味ないってことですね。そうです、ね、あ<ー>だからそこを考えないと同じよううなもの作っちゃう可能性があるんでうんネットはやっぱりおっしゃるように検索エンジンだったら例えグ Google、うん、動画配信だったら例えば YouTube みたいに意外とそのウィナーテイクオールっていうか一番いいものがやっぱり、うん。 ね。1人勝ちする傾向ありますよね。そうですね。すごく二極化する世界なんで。だからそういう意味で言うと、本当に今までないものを考えなきゃいけないと、うん、ハードル高いですね。でもそのサービスだったりだとか。そういうものだけじゃなくて、例えばブロガーになるとかっていうのもあるじゃないですか。日本だとあんまりそのブロガーっていう職業ってこう馴染みがないと思うんですけど。うん、でも海外とかだとジャーナリストとかこうブログで。 政治的な記事を書いたりだとかして収入を得ている人もいるんでだからそういう意味で言えばその個人のキャラクターだったりだとか世界観ってものを表現することによって人気を集めるってことは可能ですよねということはこれ個性が大事だってことですかそうですね個性はすごく大事ですねこれね朝さんの場合あの僕お話しててもやっぱり先週も伺いましたが大変な事故に遭われたりもかかわらずそのきっかけで名古屋に病院行ったら 世界が広が広ったみたいなポジティブ・シンキングってこれすごい個性だと思うんですけど、はい、個性ってどうやって見つけるんですかねうんでも最初は振りっていうかポーズみたいなものってあると思うんですよね<う>でそれを繰り返していくうちにだんだんと自分も洗脳されていくじゃないですか思い込んでいくっていうか振りっていうのはあのプリテンドってことであの例えばじゃあポジティブにやってみようとか、うん、そうですねだからそういうふうに周りにまず思われるっていうか、うん いポジティブだよなな <laughs> みたいなそうですね<ー>、うん、例えば何かが好きとか何かが嫌いっていうのをこう発信した時にそれをずっと発信してるとあ,あいつはあれが好きなんだってことです聞かれたりするじゃないですかそうなってくるとこっちも調べなきゃいけなくなったりとか、うん、詳しくならなきゃいけなくなってでそれで周りからの評価が自分の実態になっていくっていうかそうなんか振りをして相手からそう見られたらそれを逆にうまいバネにしてまたどん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 。 そそそっちの方に伸びてていいくととううううこででですす、ね、すねねさんん自身もそうやられてきたんですかそうです、ね、最初はやっぱり始めたの17歳ぐらいだったんで、ね、まあ当時は17歳ってことも全然言ってなかったんですけどしかもそのレビューブログっていうのも匿名でやってたんでだからある意味そのキャラクターを作ってやってましたね17歳で1億円稼いじゃったわけですよねこれ大成功じゃないですか逆にそれプレッシャーになんなかったですかあそうですね うん、でもまあ面白いことしかやってないんで<う>自分がやりたいことっていうかだから同じことはあんんまり繰り繰返さないんですよね<う>よく成功の法則で言われるのはうまくいったことを繰り返しなさいとかって言うんですけどうん、うん、でも飽飽ききちゃうんんでですすよねあ飽きっぽいんですか確かにあのあれですよねこのインターネットの世界ってのはどん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 変化していくんで一つのことである時期成功したとしてもそれ続けてればいいってわけでもない ってことですかね。そうですね。これ、和佐さん自身は、これから、どんなことをやっていきたいんですか。僕は、まあ、漫画家になりたいっていうの一つあって。え、はい、何ですか。漫画家。漫画家になりたいっていうのは。ど、どういうことですか。漫画家になりたいって。まあ、絵は描けないんで。作品を作りたいってことですか。そうですね。あの、原作を書きたいなっていうのが。あ、それは読みたいかも。はい、なんか、構想あるんですかも。そうですね。いろいろあるんですけど、全然、まだ形にはなってなくて。それいいかもですね。はい まあ一つにはなんか自分の今までの人生たどるような漫画の作品があってもいいと思いますし、あれはもう全然違ったフィクションとか？うん、そうですね。S.F. とかで考えてます。S.F.、はい、へえ、楽しみですね。まだ二十五歳ですもんね。そうですね。まだいろいろできると思うんで。二十五歳の時なんてもう大学フラフラしてるだけでしたよ。意味なかったな、いや意味なかったっていうか、二十五で何なんですかねこの。 早回しの人生ってのやっぱインターネットがあるからっていうのはありますよねいやだけど、うん、朝さんね二十五歳僕何人も知ってますけどぼーっと生きてるやつたくさんいますよ <laughs> でも逆ャグにとインターネットがあるからそういう早回しっていうか充実した人生も今遅れる時代になってるとそうですね例えば誰かに会いに行くのもわざわざ行かなくてもインターネットでやり取りできるしまあ自分を表現するという情報発信していけば 出会いいいも必然的に増えていくじゃないですかうん、うん、だから普段出会えない人と出会えたりだとかっていうのがあるんでだから普通に大学行ってるよりも多くの経験が詰めますねいやーなんかちょっと僕いろいろ説得されてしまいました和田 <laughs> さんねあの先ほどご紹介しましたラジオレームリキさんからいただいた仕事に自信が持てない先輩が相手使えないなーってよく他の人のこと言うんだけど。 もしかしかたら自分も言われてるんじゃないかなと不安になって30歳過ぎても戦力になれない使えない人になっちゃうんじゃないかって気になってしょうがないって言うんですけどこれどうですかこういう悩みうーんまあだからこそっていうところもあるんじゃないですかだからこそ頑張ろうっていうのも逆にそれをバネにねさすがポジティブシンキング <laughs> なんかムカつくじゃないですかそうもし言われたとしたら倍返ししたいですよね <laughs> 僕だからポジティブシンキングってね、まあ、脳科学的に言うとそのどんな状況になっても結果としてそれが良かったなって思うのがポジティブシンキングだと思うんですよ。で和沙さんの場合その12歳の時に大変な障害を負われたのにそれが結果として良かったって思うって本当究極のポジティブシンキングなんですけど力さんも例えば先輩に「お前使えないな」って言われたとしてもそれをバネにすればいいってことですよね。だから僕はあのこ力さんんんのねメッセージなんか見てても思うんですけど まだあいつ使えないなって言われたわけじゃなくて言われてるんじゃないかっていう不安だって脳、うん、ってやっぱりこうなんじゃないかって思うと不安になるんだけど実際にそうなっちゃってもうこういうのが現状だってなっちゃうと意外と開き直るっていうかね、うんうん、そうですね意外と怖いことって実際やってみたら意外と怖くなかったりとか、はい、あとは2回目とか3回目になると全然怖くなかったりするじゃないですかはい、はい、だからそんな感じだと思います。 そうか。では、うん、力さんもだから、もう。開き直っちゃえばいいってことだな。そうですね。<laughs> 一回言われてみた方がいいかもしれないです、ね。あ、じゃ、もう言われちゃえばいいんだ。<laughs> じゃあ、あの、僕が今言っときます。<laughs> 力さん。使えませんね、あなた。<laughs> 今、力さん言っちゃったんで、あの、もう、ほら、言われるんじゃないかなっていう不安はもうなくなりましたね。言われちゃったんで。うん、で、そこからスタートすればいいってことですよね。そうですね。力さん、ぜひ、ちょっと。ご参考になさってください。<laughs> あの、ワースさんは。不安。 とかそういういことって例えば企業会社作る時そうですねもともと一番最初は親の会社でやってたんで,、はい、で自分の会社を作って社長になるっていう時にはな,なんとなく不安不安というかなんか嫌だなっていうのはありましたねそのなんとなくですけどもう今は大丈夫ですか今は全然大丈夫ですその不安ってねどうやって消えていくものなんですか僕の場合はもう先に やっちゃいますね例えばスケジュールとかももう先に埋めるし、うん、会社作りますってなんか言っちゃいますあ言っちゃって行動しっちゃうとやっぱりそう考えると不安ってやっぱりやり始める前にいろいろ抱くことあるかもしれないやり始めちゃうと意外となんかあれですかねそうですねなんかやらざるを得ない状況に追い込まれるともうそういうのも言ってられないんで逆にこの力さんが言ってた使えない人にならない使える人になるためにはどうすればいいんですかねこれね 使える人って、何なんでしょうね。逆に使える人がどういうものなのか、よく分かんないですね。単純に向き不向きっていうのもあるかもしれないじゃないですか。その仕事が自分に合ってないのかもしれないし。はい、確かにそうですよね。だから、それ悩んか悩んでるよりは。うん、やっぱり、もう始めちゃった方がいいってことですかね、力さんね、ちょっとね。はい。山瀬さん、あの、いろいろね、お話を伺ってきたんですけど、この、まあ、ドリームハートっていう。 夢が大事になってほしいなっていう思いで、あのいろいろお届けしてるんですけど。どうしたら夢持てるんですかね。でも僕も夢って言われると、こうあんまりないんですよね。うんうん、その。漫画家になりたいっていうのも、もうなると思うんで。なると思うと言い切りましたね。<laughs> はい。え、だってその、例えば、日本で一番売れるとかって考えたら、それはすごく奇跡的な確率だと思うんですけど。 でもとりあえず漫画家になるだけだったら別に同人誌でもいいわけだし確か,確かにそうですね <laughs> だから今すぐできるわけじゃないですかやろうと思えばやっぱり朝さんもう徹底的に行動の人なんだね、うん、もうやるってことなんだねそうですねうんなかなかでもねそのやる前にちょっと不安だったりなかなか一歩踏み出せないでいる人の方がもう圧倒的に多いと思うんですけどんかアドバイスないですか、うん ででも一緒です僕も一緒でその漫画家になりたいっていうふうに言ってるんですけどでも同人誌だったら今すぐ書けるわけじゃないですか、うん、でもなんで今書かないのかってやっぱり怖いんですよね実際ほら書いて評価が来るわけじゃないですかだからそれがやっぱ怖いからまだできてないっていう部分があるんでただこう準備しようと思うといつまでも終わらないじゃないですかうん、うん、準備が終わってからやろうと思うと終わらないんでだからどっかで区切りつけて飛び込むしかないですよね。 だその期限を自分である程度決めちゃえば例えばば例何かが達成されたらとかあるいは2年後とか何でもいいですけどでもうそこに行ったら絶対飛び込むっていうことですよね。なるほど。うん、最もだと思いますよね。やれってことですね。あの僕本当でもバサさんみたいな人がこの世にいるっていうのはすごいインスパイアされると思いますしやっぱり夢ってなんか。 やらないことを夢って言ったりしますけどそうじゃないってことですよねうん今やってることだと思います夢というのは今やってることであると、うん、ぜひですね皆さんあのこの和田大輔さんの「テトラポッドに札束を全ては絶望から始まる」というこの「伝統者」の本を読みくださいいや和田さん本当にありがとうございましたあのまたいろいろ教えてください機会があったらはいありがとうございました